比べてみてください。この手法と今使ってる手法、どちらが勝ってるのかを一目瞭然です。どうもこんにちは、バイナリー投資塾の陽介です。今回の動画はインジケーターを2つ使っていくのに対して着目するポイントは1つっていう、まあ、ハイスペックな古墳和手法を伝授していきます。初心者の方がまず直面するのがインジケーターを併用してみるっていう大変さです。2つであっても片方に意識がいってしまい見切り発車、または逆に慎重になりすぎてエントリーをかけれなかったり、まあ、これは事実僕も経験したことがあることです。慣れれば確かに使えますが、その慣れるまでにかなり時間がかかるっていうケースが多いんですね。ですが根拠を強めつつもチャートをスッキリさせ再現性を上げる方法も存在します。そこで今回は一つのサブチャートに全て織り込むことができてストレスフリーかつ収益を上げていける手法を解説していきます。なのでこの動画を見ることで手法が定まらない、検証する時間がないなどの悩みを解決してくれるんですね。特に今回の動画は分かりやすいように4つのステップで解説していきますので、必ず最後まで見て自分が今抱えている悩みっていうのを解消していただければと思います。では早速4つのステップになるんですが、まず1つ目、最初にインジケーターの挿入法だったり特性についてこちらを解説していきます。で2つ目にエントリー条件の解説、ここはかなり重要なポイントになるのでしっかりと見ておいてください。3つ目にこの章の注意点ですね、うっかり間違えてしまうようなポイントを紹介していますのでイメージしながら見てください。で最後に4つ目、ワンポイントアドバイス、この章をさらに活かせる方法っていうのをご紹介していますので意識が高い方はここも見逃さないようにしてください。はい、ではこの流れでお送りしていきますので集中してご覧ください。それでは本編に入る前に僕から一つお願いがあります。バイナリーで本気で成功したいと思っている方は僕と必ず LINE でつながってください。僕とつながることで手法の不明点や悩みなどすぐに聞ける環境を作れますので稼ぐスピードがかなり上がります。それに LINE でしか聞けない有益な情報を配信していますので気持ちを強く持たれているのであれば必ず登録するようにしてください。それではチャート画面に移動していきます。はい、もうすでに画面の方に今回使うインジケーターの方が挿入されています。今回使うインジケーターはストキャスティックスと CCI となりますので、まず最初にストキャスティックスから挿入していきましょうか。まずこちらのナビゲーターを開いていただいて、こちらのオシレーターの中にありますこちらですね、こちらのストキャスティックスを選択します。そうするとこのような設定画面が表示されます。でまずパラメータ開いていただいて、こちらはすべてデフォルトになりますので、パーセント K 期間が 5%D 期間が3、スローイングが3、こちらで設定してください。次に色の設定のところで今回メイン線のみ使用していきますので、シグナル線はこのようにノーンと書いておいてください。次にこちらのレベル表示のところでデフォルトでね、このように20と80と入っているかと思いますので、そのまま使用していきます。でこちら設定できましたら OK ボタンを押してください。こちらのストキャスティックスの特性についてお伝えしておくと、オシレーター系と呼ばれるチャート分析の一種で、価格のある一定期間の変動幅と終値の関係から相場の相対的な強弱の勢い、いわゆる売られすぎや買われすぎを示す仕様です。一般的に 20-30% 以下で売られすぎ、 70-80% 以上で買われすぎと判断していきますが、相場の勢いが強い場合には 20% や 80% を突破することもあります。なので今回はクロスしたポイントに注目してもらいます。では次に CCI を挿入していきましょうか。こちらも同様にナビゲーターを見ていただいて、こちらのコモディティチャンネルインデックスですね、こちらをこのストキャスティックスの中に入れていきますので、このように一度選択していただいてからドラッグドロップでこのように持ってきてください。でそうするとこのような設定画面が表示されます。でまずパラメータ見ていただいて、こちらの期間が14、適用価格がこの一番下にありますファーストインジケーターズデータ、こちらで設定してください。次にこちらのレベル表示を見ていただくと、デフォルトでね、ここマイナス100と100っていう風に入ってると思うんですが、こちらは今回使用しませんので、こちらの削除からすべて消しておいてください。で、こちら設定できましたら、OK ボタンを押します。そうすると、このように表示されます。CCI の特性についてお伝えしていくと、CCI は価格の売られすぎ、買われすぎを表すオシレーター系のインジケーターで、RSI とよく似ています。ただ RSI と異なる点は、RSI は0から100で表されるに対して CCI は上限と下限が決まっていないので RSI よりもより正確に判断することができます。なので RSI に比べて動きが大きく、それに反応が早いという特徴があります。一般的には100以上で買われすぎ、マイナス100以下で売られすぎと判断されますが、 CCI の値には天井や底がないのでどこまで行くかっていうのがわからないですよね。
なので今回は0から100の中で必ず推移するストキャスティックスの数値を応用してエントリーかけていきます。以上で今回使用するインジケーターの挿入方法だったり特性がお分かりいただけたところで実際のエントリーポイントを見ていきましょう。こちらの達成が今回の章の半エントリーのポイントとなります。まずストキャスティックスと CCI の互いのメイン線がマイナス20以下にあることを確認してください。そしてこの互いの線がクロスしたタイミングなのでこちらですね、このようにクロスしたいもマイナス20以下を推移しているということが条件になります。この条件が揃ったポイントの次足で半エントリーをかけていきます。そうするとこのような陽線が形成されてますのでしっかりと勝つことができています。ではなぜこちらで半エントリーなのかっていう根拠についてなんですが、まずストキャスティックスは通常20以下で売られすぎと言われていますので買いに入るのが一般的です。ですがこれだけで反発するタイミングを探るっていうには少し根拠が薄いので今回はこの CCI を応用していきます。 CCI は値動きに素早く反応してくれますのでこの CCI がストキャスの線に対してクロスゴールデンクロスしたっていうことは直近の価格傾向が上向きになりますのでこのタイミングの次足で半エントリーをかけていけるってわけです。以上が半エントリーの条件と根拠になります。では続いてのポイントを見ていくとこちらですね、こちらは負けちゃってるんですよ。半エントリーをかけていく場面ですが残念ながら負けてしまっています。ただこれ全然気にならないぐらいポイントがあるのでサクサク見ていきましょう。反対にこちらはローエントリーのポイントとなります。まずストキャスティックスと CCI の互いのメイン線が80以上にあることを確認してください。そしてこの互いの線がクロスしたタイミングなのでこちらですね、このようにクロスした際も80以上推移していることが条件になります。この条件が揃ったポイントの次足でローエントリーをかけていきます。そうするとこのような陰線が形成されてますのでしっかりと勝てるポイントになっています。でまあローエントリーの根拠はハイエントリーの逆になりますので今回は割愛しますね。そしたら早くなれるためにも他のポイントを見ていきましょう。ちょっと見えちゃってるんですがこちらのポイント、ストキャスティックスと CCI が80のラインより上にあることを確認してください。そしてこれより上でデッドクロスしたタイミングなのでこちらですね、このタイミングの次の足でローエントリーをかけていきます。そうするとこのような陰線が形成されてますのでしっかりと勝てているのがわかります。続いてはこちらのポイント、この章の注意点になります。まあ条件的にはローエントリーのポイントに見えますがエントリーは避けてください。こちらの今引いてる達成は CCI がストキャスティックスを下から上にクロスしているポイントになるのでこちらはカウントしません。ローエントリーのポイントはあくまでも CCI がストキャスを上から下に抜けたタイミング、これのみが条件一致したポイントになります。ってなるとこのローソク足が条件一致したポイントになります。しっかりと条件を確認した上でのエントリーを心がけるようにしましょう。今回この章を USDJPY で解説してきたんですね。ここにも記載ある通りドル円で解説してきたんですけども特に特定の銘柄っていうのはありません。どの通貨ペアでも勝率は変わらず出ていますのでご自身の普段使われている通貨ペアでトレードが可能です。ただまあ特に定まってないよって方は僕が解説してきたドル円を参考にトレードしてもらえればと思います。はい、したらいかがでしたか。かなりシンプルで使いやすいっていうものがわかると思います。ただクロスしたタイミングが80から20の間を推移するってことが比較的多いかなと思いますんで油断は禁物です。ちゃんと条件が揃ってるかっていうのを確認しましょう。前回も2つのインジケーターをサブチャートに全て織り込んだ仕様をご紹介しましたので条件は全く違えど似てるところもあるかと思います。なのでまずはご自身で試していただいて自分に合う方で使ってみてください。では今回はこの辺りで本日もご視聴の方ありがとうございました。